こんな感じで、はい。録音や展示機の打ち出しなどの作業をする部屋ということで、定員は一応4名ということになっております。あら、あ、本当だ。あ、そうですか。はい、こちらがミーティングコーナーになっております。思っております。なお備品につきましては有効活用をという備品につきましては有効活用をということを念頭にですね、社会福祉協議会で補正、予算を組ませていただきました。で、印刷機は予約制、複合機につきましては随時ご使用いただいてという形になっております。合わせて製本作業等もこちらの方でやっていただけるようになっております。ボランティアの担当者が常駐するというシステムになってますんで、いついらっしゃっても相談に対応できますし、いついらっしゃっても機械を使っていただく、その故障があった時なんかは対応がすぐできるというような形での利便性が向上しておりますね。団塊の世代の方々を中心にスキルのある知的レベルの高い方々がどん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 自分の時間を活用するような時代に入ってまいりますんで、そうした方々に対してそのボランティア活動という一つのメニューをご提供できるように社協としては頑張っていきたいということですね。我々のお気持ちと、あとボランティアさんのお気持ちと、それをやっぱり絶えずこういうふうな拠点の中で意見交換し合って、よりいい方向に向けるように、そしていい活動が市民の幸せにつなぐような、そんなところの、一つの拠点ということで、はい、頑張って使っていきたいと思っております。今までは会議をするのも大変だったんです。それからさっき一人のボランティアの方おっしゃってましたけど、なんか講座をしようと思っても狭いところにたくさん集まると、いろいろとこうやりくりしながら座って会議を講座をしたりしたけども、ここだったらゆったりできますねってことをおっしゃってた方もありましたし、この防音の装置は今まですごいな、この点訳とか朗読の方は苦労してらしたんですね。それがこういうところでできるってことは素晴らしいことだと思います。ボランティアをしたい人がここに来ればいろんな情報をもらえるということがはっきり分かるんじゃないかと思うんですね。で、ここを中心にボランティアの輪がもっともっと大きくなることをすごく期待しております。活動の拠点がないとなかなか参加しにくいということもありますし、活動の輪をさらに広げるということになれば、やはりその核になる施設、これが必要だということを前から感じてたものですから、こういう施設ができてですね、皆さんと一緒にそのボランティア活動が、さらにこう活動の輪が広げられるなということで大変嬉しく思っています。それではお席の方にお戻りください。